いいね。皆さんこんにちは、グダグダネイルスタジオあわチャンネルのあわちゃんです。数あるネイル動画の中からあわチャンネル見てくれてどうもありがとう。じゃあ今日はね、結構苦手な方も多いかと思われます、雪の結晶の描き方を今日は紹介していきます。はい、最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速ね、作っていきましょう。グダグダネイルスタジオあわチャンネル。では早速作る前に、まず紙に書いてイメージトレーニングをしていきましょう。じゃあまずね、最初にこのようにアスタリスクを書いてください。はい、アスタリスクですね。このようにアスタリスクを書きます。で、雪の結晶は六角形になるので、基本の形はこのアスタリスクになります。で、書きやすいのはね、こういう感じの八角形ベースなんですけど、より本物っぽく見せるためにはこっちの六角形スタイルを推奨します。まあ、ただ雪の結晶って結構イメージとかニュアンスの部分とかも多いから、どうしても描けないよっていう方はね、こっちの八角形スタイルでもいいと思うんですが、まあわちゃんみたいにそういうところまでこだわって作りたいんだっていう方はこちらのね、六角形を推奨します。雪の結晶はまずこの形を描くのがね、すごく難しいんですけども、これさえ描けちゃえばあとは結構簡単なので、頑張って描いていきましょう。まあ、あとゆわわちゃんもすごく6等分とかは苦手なんで、ちょっと歪んでいるんですけど、まあそれでも雪の結晶になるので大丈夫。では、まずこの線の、まあ大体ここの部分の3分の2ぐらいのところに、ちょっと点をね、描きます。で、続いてこの間のところの、まあ大体ここら辺かな。ここら辺の部分に点をね、書いてあげます。もうちょっとこっちかな。で、点と点を結んでいきます。おお、ちょっと雪の結晶っぽくなってきましたね。で、次ここに、まあ、こういうなんか出っ張りみたいなものを書きます。あらやだ、雪の結晶できちゃった。だいぶちょっといびつですけど、まあ、爪にやるときはこのぐらい歪んでても全然大丈夫です。で、まあお好みでここら辺にちょっと点とか入れてもらうと、おー、雪の結晶できました。ね、いきなりネイルに描くのは難易度がね高いと思うので、まず一旦このように紙に描いてみてください。このぐらいの歪みだったら爪に描いたときはそこまで気にならないので大丈夫です。では実際ね、爪に描いていきましょう。ではまず下地の色を塗ります。何でもいいです、好きな色塗りましょう。まあ、ただ今回は雪の結晶を白のジェルで描いていこうかなと思っているので、少し色がついている方がいいんじゃないかなと思います。あーちゃんは今回少しラメが入ったブルーをね、選んでみたよ。マグネットジェルなんで、ついでに模様も入れちゃおう。うん、かわいい。では一旦硬化します。もう一回塗ろう。模様を入れて、うん、硬化します。では、カラージェルが塗れたら、マットコートを塗ります。このマットコートには2つの役割があって、雪の結晶を描く時のジェルのにじみ防止と、もし失敗した時に拭き取ってやり直せるというね、保険の役割のね、二つがあります。まあ、少々手間なんですけれども、まあ、できればマットコート塗ってもらった方がいいかなって思います。じゃあ、硬化します。で、今回雪の結晶の部分は、ハピジェルシリーズの SG001 番、センジェルホワイトを使っていきます。このジェルはベタ塗りはできないんだけど、細い線とかを描くときに、めちゃくちゃ便利なジェルです。ジェルのチョイスで、緩くてあんまり色が出ないジェルとか選んじゃうと、そもそも雪の結晶描けなくなっちゃうんで、このジェル選びもね、結構大事なポイントですね。で、当然、ブラシの方も細い線が描けるように、このような細いブラシを使ってね、まあ、ブラシが太いと当然ね、細い線描けませんのでね、当たり前のことなんですけど、まあ、ちょっと筆選びも気をつけていただけると嬉しいです。では、パレットに、ちょっとジェルを出して、雪の結晶ね、描いていきましょう。大きくバーンと入れようかな。で、ちょっと中心ね、取っておこう。いい感じでは。じゃあ続いて
ね、点を取っていきますね。まあ、大体ね、ここの3分の2ぐらいのところに点を入れます。この時あんまり大きくなりすぎないようにね、気をつけましょう。で、この間のとこですね。ちょん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 と。では、ここを結んでいきましょう。息止まるよね。多分見てくれてるあーちゃんとさんもちょっと息止まってるんじゃないかしら。ちゃんと息してね。お、いい感じではないですか。じゃあちょっとよくわからんピョロリンをね、変えていきましょう。わー、雪の結晶できた。もうちょっとね、デコラティブにしたいから、この端っこのとこにちょっと点を足そうかな。いいね。じゃあちょっと一旦ね、固めてこよう。もう一個書いてもいいし、もう一個書くとき、もう一回これ書くの結構大変だから、もうアスタリスクだけとかでもいいかも。ひょい。で、アスタリスクだけに、ちょん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 と。なんか雪の結晶っぽく見えるからね、こんぐらいで OK かな。あとお好みでちょっとホロとか入れて、ペタペタっと、うん、かわいい、硬化します。で、トップジェルで仕上げて、硬化します。完成。まあ、近くで見るとちょっとね、あ、手書きって感じ出てるけど、遠くで見たらもう、あ、これネイルシールって、うん、そうよ、ぐらいの仕上がりにできました。まあ、今回は、手書きで雪の結晶の書き方をね、紹介させていただいたんですけど、まあ、うまく仕上げるポイントとしては、まず、この基本のアスタリスクの形をしっかりと書く。続いて、細い線がくっきりとしっかり描けるジェルを選ぶ。で、細い線が描けるブラシを選ぶ。というところかな。ここら辺気をつけてもらえると、うまく描けるんじゃないかなと思います。もちろんね、一回紙に書いてみるということも大事なんで、そこら辺のチラシの裏とかでいいんで、一回雪の結晶を書いてみてください。そもそもこのアスタリスク書かれへんわっていう方に向けた動画の方も、ちょっと今後ショート動画とかでね、公開していきたいなと思っておりますんで、ぜひチャンネル登録をして見逃さないようにしてくださいね。それでは次回のあわチャンネルでまたお会いできることを願ってます。じゃあまたねー。